避けろ、一体でも避けてくれ、一体でも避けてくれ、よしよしよし、そうだ、ゆっくり避けろ、よくてけ、どうか見せろ、根性、よしよしよし、いけるぞいけるぞいけるぞ、よし、あとであとであとあとやったー、勝てたもん。さあ準決勝も終わりましたよ、無事に決勝行きましょう、リュウタ君だクソダメだったかなって、お前さパーティーに結果あるよ正直パーティーに結果あるように見えるんですけどでもいいバトルだったな、そうだねうん、そうだよ、うん、森さんいかがでしたか、マスタークラスの内容ふさわしい戦いだった、そうっすねちょっとストーマンあたりがちょっとあのポカやらかしてたような気がしますけど、まあグリーンが物持ち次第だったとこあるかもね、決勝戦、いやリュウタだよ、いやリュウタお前な、俺のことをしょがりしやがって忘れてねえからな、おいシャープさん忘れてねえからな、俺はここで一発で行ってみたいな、さあリュウタ君のパーティーはどんなガチパでしょうか、彼はガチパに定評のあります、さあどんなパーティーですか、ナイトウィッシュデンダですか、うーわマジかよマジかよあーマジかよ、 HP どうなってんだよおめえら、3008とかどうなってんだよおめえらまた俺としょがりたいつもりか、お前らリュウタは今回もしょがり満々じゃねえか、今回もしょがりする気満々ですね、彼。僕ね、シャープさんであえてしょがり食らってたじゃないですか。僕、思うんですよ。初めて使ってたような、そういう、なんか初心者に使うパーティーで、こいつの高い花折ってやろうかなって思うんですよ。ねえ、スライムとかさまよいろいとか使ってて、まあ、りゅうたくんに、ボコボコにされたわけですよ。始めたばっかのモンスターでね。下校駆除をしたいなって思います。皆さん覚えてますか？僕がシャープ6で戦士始めた時の相棒をスライムと知ることですよ。この2体で、そのガチ勢の花折ってやろうかなって思いまして。行くぞお前ら。いや、久しぶりですね、戦士小僧とスライムは。でも始める頃はもう本当によく使ってたんですけど、まあね、やっぱカード集まってくると別のモンスター使いたくなっちゃうんですよ ね、それで忘れちゃってたから、今回はバトルマスターでリュウタ君の鼻を折ります、かこのスライムを知ることでリュウタお前がバカにしてたモンスター2体だよ、勝負じゃ、いやでも3008をどう削るかだよな、体力ものすごいことになってんかな、そう、この体力をどういかにして削るかですよ、多分リュウタ君はそのかなり天空の鎧だからね、うわ天魔脚、おっと受けていく、ラッキーです、これはラッキー、リュウタお前がバカにしてたスライムとしてるこそどんだけ強いか見せてやんよ、ミラクルフォーキバーカー、よしいいよ、マニ、ま、マヌーサいっか、いいね、マヌーサ効果発動しました、これはでかい、それでね、ミスを誘えれば十字剣いけ、はい、おー何手振らせてるんですかね、あいつは、いやーでも打撃耐性あんな、シルバーデビルが唯一打撃に弱いからこいつにすればっていうことはあるね、あとはマニ、さっきスライムがマヌーサ効果かましてたんで、ここで外れてくれれば、あーブレスは外れねえんじゃないかな、そのブレスは外れない説があります、さあどうだ、なあ避けていく、
誰か避けたね。オッケーオッケー、ラッキーラッキー。さあ、ボーンネイル。おおおおおお、え、これはあまり効いてないぞ。これはすごい。これがスライムのミラクルフラッシュ。 HP で追いついたよ。使ってくんの、何使ってくんの。おい、ちょっと待て、ゴリ押し、ゴリ押し、ゴリ押しっすか、ちょっとゴリ押しっすか、ちょっとゴリ押しっすか、ちょっとあんた、ちょ、やめましょうよ、そういうの、ゴリ押しとかいうの。天魔客、おっと、ここは避けていく。主人公はいい感じに避けてますね。いや、こっから切り返したいね。十字剣、シルバーデブに行けば大ダメージ。ターン行ってみよう。よし、いけ、せーの、はい。これはでかい。獣人系特攻、シルバーデブに効いた。ミラクルフラッシュが決まった。マヌさんになれ。よし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 、ドラゴンゾンビが、マヌさん。これで外すとでかいよ。ドラゴンゾンビね、マジで強いからね。ボネリ外せ。よし、2体に、1体1体1体。1体だけなのでかい。灼熱の叫び。いやー、でもこれは強いんじゃないか。なあ、おお、龍太くん、龍太くん、今回私勝っちゃうんじゃないかな。勝てるかもな。これ光の玉いきますよ。次光の玉いきますよ。光の玉ワンチャン、これ勇気ためる。ワンチャン勇気ためる。ガチ勢リュウタにスライムとシールドコードで勝てんじゃない、これ。もしかして本当に勇気の力でパワーアップしたぞ。リュウタくん、僕、リュウタくん大丈夫。ガチ勢くんがレベル99のガチ勢くん大丈夫。勝っちゃうかもよ、僕勝っちゃうかもよ。君が散々バカにしてたスライムとシールドコードで勝っちゃうかもよ、僕。リュウタくん、お、僕がモード、このモード入ったら負けないですよ。この、青、このマウント取ってるなら勝てる。シャープ6のね、戦士始めた、始めたてのね、この相棒2体で、僕は、この龍太というガチ勢を倒せるんじゃないかと思ってます。ここ次第。あー、ここ食らうか、ここ食らっちゃうか。スライム、ミラクルフラッシュで、あー、スラサイクルいく？オッケー。はい、さあもうほぼ勝ちかけないの、これ。これこっちの勇気が溜まってますからね。向こうの勇気が溜まってなければ勝ちですよ。オーブが勇気で満ち溢れた。さあ龍太くん、眠る準備はいいかい。天空の剣で切り裂くのだ。これがね、これがスライムとシールド小僧の力よ。解くと受けろ、ガチ勢め。リュウタ君、君が言ったことを僕は忘れてないですよ。君は僕にしょがりをかましてたり、スライムが弱いたの言ったりね。え、その復讐を今一発で終えちゃいました。やった、シャープロックの戦士パーティー、よく頑張った。お前ら頑張ったよ、本当に。スライムがいい感じに刺さってたね、ミラクルファッシュ。いいよ、頑張った。やったー。やった、一発クリアですよ。舞踏家の沼は何だったのかと。舞踏家にあんだけ沼ってたからね、僕。懐かしいわ。シャープ15は懐かしいですね。はい、チラス。わーい、やったば、最強バテマスター一発。くそ、やられた。しかもこんなスライムに。やりやがったな、チラ。すげえバトルだったぜ。ありがとう。俺がすね、やっぱミニモン強いよ。うん。ハイレベルマートルでした。そうだね。HP3000 とかもう犯罪かよと思ったら。ありがとう。やった。これで上級職3つとも制覇しました。あ、これ一番いらないやつだ。最強バトルマスターで長えな、名前。あ、なにこれ、あ、なにこれ、読めない。メタルの三部具持ってるよ。な、
乾燥してんじゃねえかよ。また賢者についてまた乾燥してしまいました私。え、これ待って、僕地味にほとんどの職業は99になってる説が。あら、おかしいっすね。マスタークラスとフレッシュマン全部終えました。すべての職業をね、大会を制覇しました。あとはもうね、この地区の代表勇者と、だから何の職業でもいけるけど、その分向こうも何の職業でも来るっていうね、かなり難しいものになるんじゃないかなと思います。僕これね、もうちょっとしたインターバルをね1個ぐらい挟んでからこれに挑もうかなって思います。代表勇者ね、もし僕がね挑むんだったら決まってるじゃないですか、モンスターマスターでしょう。というわけで今回はこの画面で終わりたいと思います。お疲れ様でした。